いや、ありがとうございます。昨日あの展望広場からね、2、3日前やけど、あそこからね、こっち見ましたら、すごい石垣をね、ずっとやって、すごい石垣を見ましたからね、今日何時かな、もう、今日ね、石垣確認行きました、何の石垣かね。ちょっとよくわからんねんけど、どうも仕打ちみたいなんだけどね、これ上の方やけど。ずーっとここも石垣やもんね。あっこも石垣ですよ、あそこまでね。で、こっちにもね、ずーっと石垣でございますからね。おお、電車使ってますけどね。どうも、私有地みたいなんでね、どうだろう。入れるかな。これはこっちもやな、すごいことになってるな。でこっちもやな。これ小島のお宅、これすごいけど、これ桜が咲いとるけど、これは個人のお宅じゃなくて宗教法人か、なんかかね、立ち入り禁止って書いてあるだけか。すごいんでございます、この日か。この石垣ね、とにかく古いんでございます。圧倒されますよ。展望台からびっくりしたんですよ。何だろう言うてね。ちょっと確認に来たんだけど、今日。あ、こっちもだ。すごいことになってる。これは一般のお宅じゃないね、これは。どう考えても。この広さは。ほら、あの向こうまでやん。すごいことになってる。いや、恐れ入りました。そう、お城では見ますよ、石垣はね。基本はね、自然石を平面カットだけやな、これ。ああ、これになりました、なんかありました、ほら。庭園の配管ということは、癒しの庭。ああ、お寺さんでございましたか。すごかったね。びっくりしたんだから、なんか思って。じゃあ、あの、外の石垣もそういうことかね。失礼します。これはすごくございましたわ。この石も、ものすごい一生、使ってあるんやけど。立ち入り禁止でございますか。はい、ありがとうございました。な、上岸に出るんだろうね、これ。これすごいでございます。これはちょっと石垣圧倒されたね。置いたんだけど、これすごい石ばっかりやから。切り石やな、これ。やっぱり片目は切ってますね、きれいにね。切り石、悪い石、どういうことねえかね。ほら、ハートの形してる。現代はこっちです、こっち。こっちは現代の石垣でございます。はい、お寺さんの石垣でございました、ここね。その横だから関係ないかね。これがね、見えるんですよ、ここからね。あの、展望台広場からね。これが見えたよな。ここもおそらく庭園にされるのかな、これ。すごいことになってるんだけど。これが反対から見ると、すごいね、石垣が見えたんでね。ちょっと見に来たんです。この下の方はね、なんか池があるんだよな。あんな池なんか見えへんんだけどね、上から。いやー、すごいわ、これ。この石垣は。高っ。ものすごい高いね、これ。あ、ここは行かれんのや。なんか行けるか思って来てみたら、あかんな。
ちゃんと階段作ってくれてはりますからね、降りれますよ、ここは。これがちょうどあの上から見えたんだな。うわすごいね、これは。うわこれはすごい。この高さが5、6メートル下まであるからね。こんな、ものすごい石の数ね、石の数。一応斜めにね、こう入れてあれば。ここで4メートル、4、5メートルあるからね。下が4メートル。わあ、すごいでも高さこれ。下から上まで言うと、10メートル、15メートル、20メートルぐらいあるんだよね。